ドコモサービス、東北株式会社は、かつて存在した、NTT ドコモの完全子会社。東北地方において、かつて直営であったドコモショップの運営や、コールセンター業務などを主たる業務としていた。従前は、ドコモショップへの労働者派遣の事業も手がけていた。2014年7月1日にドコモエンジニアリング、東北株式会社に吸収合併され、株式会社、 ドコモ CS 東北となった。青森県、岩手県や秋田県、宮城県、山形県、福島県このほか一時的な措置として、DS 長井店や、ドコモランド、岩手公園前店を代理店交代の際の、つなぎとして同社が運営していた時期があった。DS 仙台中野店は、ドコモ戦通が運営する、ドコモショップであったほか、 同様に、DS8 の二26日町店も同社が運営していたが、同社八の営業所閉鎖に伴い、DS8 の駅前店に事業場とした。2008年中にドコモ戦通が生産され、同社の事業がドコモモバイルないしは同社を含むドコモサービスと名のつく、会社等に継承された。これに伴い、DS 仙台中野店が、 同年12月1日付で当社に継承された、ドコモ戦ー、ありがとうございます。